トリリオンゲーム、闇落ちした、春、メグロハスの演技に注目が集まる、3話までとはまるで別人、メグロレンは悪い役も似合う。スノーマンのメグロレンが主演するドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の第4話が、4日に放送された。本作は、世界一のわがまま男、野春、メグロ、と、気弱なパソコンオタク、野岳、佐野優斗、が、ゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる姿を描く、以下、ネタバレあり。ドラゴンバンク社が AI オンラインショップ、よりぬき、をパクって大々的に、花ヴィーナス、を始めたことで、蜜園フラワーの売り上げは激減し、窮地に追いやられる。春は次なるプランとして、ソシャゲ、ソーシャルゲーム、参入をガクトリンリン、福本リコ、に提案。早速、大手ゲーム会社を買収しようと動くが、全く相手にされない。そんな中、春はゲーム会社、サカサクラブの社長、桜原義孝の心をつかみ、同社の社員たちとゲーム開発に乗り出すことに。